皆さんこんにちは、渡り古石です。では今回は信長の予防革新バーフキット上杉景勝家康を討つ続きをプレイしていきたいと思います。関ヶ原合戦シナリオを使って家康を討つということで、景勝がですね、兼続とともに関東に乱入、徳川家の領地を次々と奪っていくという仮想戦記をプレイしています。ここまでにですね、ご覧のように順調に徳川領への侵攻作戦進んでいまして、残っている徳川の拠点、これがですね、尾張、美濃、それと下宇佐だけになってますので、これらをね、今回攻略していきたいと思います。まあ、四国に一つ、あと下田に一つ残ってますけども、まあ、これはね、下田に関しては兵力で一気に揉み潰す。四国については、まあ、味方のね、豊臣だったり長宗我部毛利、まあ、これらの国にも囲まれている状態なので、事実上無力化されている城だと言えると思います。ではまず早速、今回はですね、小牧山城、ここを攻略していきましょう。こちらですね、市場になってます。その後は北に向かえば岐阜城、南に向かえば清洲城というところでね、これらの城も一気に攻略を進めていきましょう。軍勢の方は6万の軍勢で今小牧山城に向けて出陣を行いました。ここもね、力でねじ伏せていきたいと思います。では小牧山城の合戦始まってます。清洲、岐阜からテクノテクノに間違えたね。敵の援軍は出なそうですね。これで小牧山城が取れるかなと思います。取っていっちゃいましょう。あと雪村が同士打ちを覚えてくれたのは大きいな。小牧山城制圧完了です。景勝の槍車から、槍ブスマまでの連携が決まると強いですね。ではこの後どうだろう、南に行って清洲城の攻略を行いましょうか。もしくは軍を二手に分けてもいいかもしれませんね。南は清洲城攻略隊、北は岐阜城攻略隊というふうにね、分けていってもいいかもしれません。清洲城もこれで取れそうですね。尾張、美濃から徳川の城があと一つ、岐阜城を残すのみという状態にできそうです。この後はじゃあ岐阜城も続いて、攻略戦をね、展開していってしまいたいというふうに思います。我が計略を受けるかな、私に続け。では岐阜城の攻略戦始まってます。まあ、実はこの間にですね、まあ、残念なことに正信が死にました。まあ、正信はここまで大活躍をねしてくれましたけど、家康から寝返って、まあ、ここで残念ながら寿命で死亡です。岐阜城の方に徳川方の援軍はもう来ないと思いますので、このまま力攻めでこの岐阜城は落としましょう。はい、岐阜城制圧完了です。ではこの後ですね、まだ攻略が完了していない下田、さらに下宇佐の岡本久留里と攻略するにあたって、水軍衆を味方につけておきたいと思います。ここからは水軍の戦いも出てくると思いますからね、水軍衆を味方につけていきましょう。では下田港の攻略戦始めていきたいと思います。まずは周辺の櫓をね、破壊していきましょう。どこまでこれで櫓をね、速やかに排除できるかで、味方の兵力の減り方もだいぶ変わってきますからね。豊臣はじめ、他の大名とも同盟延長できました。ただ豊臣には一応人質を差し出してます。まあ、この人質、志田義秀がどれほどの価値があるかというとね、正直クエスチョンなんですが、まあ、この志田を差し出すことによって同盟延長できるのであれば、まあ御の字かなと
というところですね。はい、下田港攻略完了です。敵将捕らえたり。敵将捕らえてますね。誰を捕らえたか。あー、ライレンは捕らえられてないか。ライレンを捕らえていればね、大きく徳川の戦力削れたんですけどね。残念です。残ってる城2つ、久留里城と岡本港、この2つも攻略していきます。家康がこもる久留里城、ここの攻略は手こずりそうですね。5万の兵が入ってますからね。ちょっとこことどう戦うかは思案のしどころかなというふうに思います。さあ、では残る敵の城2つ、久留里城と岡本港なんですけども、久留里城に5万家康がこもってるので、これちょっと戦うのは厳しいかなと思います。まあ、あの元桜の方に市場を今鳴沢隊が立ててくれているので、まあ、これをおとりにですね、岡本港に攻撃を仕掛けていって、東西からね、久留里城をなんとか攻撃できる体制が作れないかなというふうに思っています。なんで一度、部隊を下田港に入れて、そこから海路で、岡本港を目指していきたいと思います。では予定通り出陣していきましょう。最大兵力動員していきます。まずは下佐岡本港に上陸、これを最優先に。その後は久留里城を前後で攻撃するっていうね、そういう盤石の体制で臨みたいと思います。まあ、家康、福島正則、ライレン、この辺りがまだ残ってるっていうね、現状を考えるとまだまだ油断できないというかね、なかなか苦戦するっていう状況が、まあ、予想されますからね。ここはしっかりと盤石の体制で臨んでいきましょう。元桜城にも5万の兵が入っていますので、まあ元桜城がそう簡単に落とされることはないかなと思います。あわよくば久留里城からこの岡本港にね、敵の軍が大半出てきてくれると、久留里城の防御が薄くなるので戦いやすくなるかなっていうね、期待感もあります。はい、岡本港特に何も起きず、あっさり攻略完了ですね。これで残った久留里城だな、この大軍をどう相手に戦うかというところですかね。では出陣してこの久留里城を攻略していきたいと思います。いよいよ攻略戦ですね。総勢10万ぐらいの規模の軍勢を組織しました。まあ、ただ、家康、ライレン、正則、高虎あたりがここにねこもっているので、まあちょっと1回2回ではね攻略できないかなと思いますので、2度3度、場合によっては、まあ、10回ぐらいの攻撃に分けてですね、ここを攻略していければいいかなというふうに思っています。なのでもう兵力は惜しまず使っていきましょう。まあ、雪村とかもすぐにでも壊滅する勢いですね、これね。あっという間に兵力がすり減ってるのはもうやっぱり強い、とにかく強い。ここで同士打ちか、強力だな。この数で同士打ち決められると厳しいですね。ほんと強いよな、ここにこもられるとなかなか攻略がね、一筋縄ではもちろん行かないなっていう感じがしますよね。ライレンの同士打ち本当にきつい、一撃で5000以上すり減りますね。さすがだな。さ、ただ我々もね、あの元桜城に兵力集めてますから、もうここはもう何か考えるとかっていうよりかはもう物量でね攻めていきましょう。なので兵力重視で、特にいわゆる連携狙いで複数武将をね一つの部隊に入れるとかっていうこともせずに、一武将
一部隊率いる形で最大衛兵力を動員していきましょう。統率が26の16とか、もう出すだけ無駄な気がしますけど、一応鉄砲隊を送って外からちょこちょこ削ってもらいましょう。これすらもね、場合によっては敵を利するというか、同士打ちを食らうと一気に兵力を消耗しますけど、ライレンを片付けたいね。そうなるとね、力押しですね。ここはもう完全に同士打ち、ほんとこの同士打ちきついわ。ライレンと正則にここで完全に足止めというかね、蓋をされてる状態ですね。さすがだな。まあ、兵力に物を言わせる、まあ、かつて家康がやったそれと同じ手法を逆に我々がするっていうね。かしこまりました。鉄砲も兵力もまだまだある。影勝の混乱とかマジできついな。同士打ちは高虎に防がれた。やるな。いや、まだまだ兵力いるね。家康側も、まあ、5万という兵力でしたからね。これはまあ強力ですよね。さらに2段打ち。いやいやいや、兵力が底をつきてきてるぞ。どうなんだろう、情勢が読めないですが、まだ敵3万以上の軍勢は残ってそうですね。また同士打ち。同士打ちを何度か決めるっていうのが一つ有効な手立てだな。そうでもしないとちょっとしんどそうですね。いや、敵の数多かったな。まあ、10万以上の軍勢というところでしたかね。でちょっと戻ってもう一度戦略練り直していきます。家光もいますね、ここにね。ではですね、兵力をですね、まずこの岡本港に8人の武将を入れて6万、元桜城に11人の武将を入れて6万、結城城に3人の武将を入れて4万、江戸城に13人の武将を入れて約8万、そして小田原城に3人の武将を入れて4万という軍勢を用意しましたので、これでもう一度難攻不落、家康のこもる久留里城、ここの攻略を行っていきたいと思います。合計20万、25、6万っていう軍勢の数を出しました。これでちょっと勝負しましょう。敵は撃って出てこないですね、まずは。まあ、どっかのタイミングで多分出撃してくると思うので、そこで確実に敵をね、潰していきたいと思います。まあ、戦闘は絶対通じないよな、家康相手に。金継と雪村は、こちらで先方の発動タイミングを指示しましょう。貴重な同士打ち持ってますからね。出撃してきたな。ここで敵が出撃。いここまでは、まあ、予定通りというか読み通りというか想定内というか、同士打ちを食らわないことが大前提だからな。これだけの数でね、小田原城を包囲して久留里城を包囲してると、同士打ちを食らった場合1万以上の兵力を一度に失うことになるので、ちょっとそうならないようにだけはね、気をつけましょう。いや、損害がでかいな。同士打ちがまず決まるかだな。防がれた高虎、さすがだな。この辺りはこの兵力でも攻め取れないとなると、ちょっともう打つ手がねなくなってきちゃいますけどね。防がれた高虎、ほんと厄介だな。
まあ、家康も強力ですけどね。お味方が負傷しました。家康家光は強力。矢沢の槍武士が結構決まってくれますね。兵力をここで削れるとでかいな。槍車槍突撃、これで2000削れましたね。いやただ家康はほんと強いからな。あとはどれだけ同士討ちが決まるかですね。よし、同士討ちが決まった。さらに同士打ち、これで兵力だいぶ削れますからね。いやー、金継ぐの計略三段連鎖が決まると大きいですね。お、ライレンが振幅していない。これはライレン引き抜こう。即時引き抜きだ。ライレンほど優秀な武将だったらね、もうすぐにでも引き抜きたいですからね。ライレンがいないだけでだいぶ違うからな。だはまだダメか。92だとちょっと難しいよな。展開もちょっと出陣させましょう。ここにいても意味がない。展開の同士討ちを見舞ってきてもらいたい。いやこれちょっと厳しいな。どうするよ。勇気城に武将をちょっと集めますか。そして一気にまた兵力を繰り出しますか。勇気城にそれなりに兵いるもんね。今ね出陣していきます。本当はね、強力な武将がもう 2,3 人いてくれるとだいぶ違うんですけどね。かしこまりました。鉄砲隊でいきます。先鋒を持っていなければ鉄砲隊でちまちま外から敵兵を削ってもらいましょう。有利城の兵力をこのまま削っていくっていうのが上策かな。ここに来て味方の戦法も徐々に決まり始めてますね。さらに援軍を繰り出していきましょう。鉄砲隊、鉄砲の数もうどんだけ使ったんのっていうぐらいね、この戦いで鉄砲を使ってますけど。勇気城に兵を残しておく必要はない。できればそうだな、鼓舞とか持ってる武将を出したいですね。最大兵力を動員しましょう。高虎防ぐよな。同士打ちなかなか決まってくんないですね。同士打ちが決まると本当に大きいですけどね。家康が城から離れてる今のうちに兵力をがっつり削っていきましょう。同士打ちきた。この同士打ちきついよ。本当にきつい。動揺してるしな。
回復する術がない。ちょっとまだこれでも兵力足りなかったかって感じだな。そうなるとさらにちょっと武将と兵力を集めてもう一戦交えますか。だな、仕打ち味方が同士打ちやるとすごくね、心強いですけど、敵にやられると本当にきついですね。雪村がここで壊滅するな。動揺から一切回復することなく終わるな。ではちょっとまた武将と兵力集めて戻ってきます。はい、ではですね、岡本港に6万、元桜城に21万、合計27万の兵集めました。これでグルリッシュを攻略しましょう。これで無理だったらもうちょっと違う作戦を考えなきゃいけないかなと思いますね。とりあえず20万ぐらい送り出しました。この後さらにですね、部隊を追加して、撤退した武将はね、再出撃という形で25万を惜しみなく使っていきたいと思います。家康がまだ強いからね、一つね。早いな、捕らえられるタイミングが早いよ。よし、まず雪村の同士打ち一発目決まったな。これ決まってくれるとありがたいですね。あとは金継ぎも同士打ちが決まってくれるとね、序盤で戦いやすくなりますね。20万の軍勢で囲んでますからね。あとは敵が同士打ちを使ってこないことを祈りつつですね、家康の大軍2万をどう利用するかっていうところですかね。なあ、家康の同士打ち1万ぐらい軍勢削られたな今ので。強力だな今のところ。ただね、いい戦いはしてると思いますけど、あとは家康隊をうまく確立しつつですね、城兵を削っていくっていうところですかね。こんな時に交渉の試合起こしてくんなって感じですけどね。では戻った武将、温存してた武将を含めて、再出撃あるいは出撃をさせていきましょう。鉄砲の数は有り余ってますからね。鉄砲を使って城兵を削っていく。ここで天海の同士打ちが決まってくれたね。同士打ちが決まると本当に大きいですね。影継ぎの同士打ちも決まる。これで家康隊も一度城の中に戻ったので、あとはもう力押しで押し切れそうかな。家康が2万、正則が1万、雷連が1万とかで出撃してくるとね、もうちょっと手に負えない状態になるんですけども、今回はそういう心配はなさそうですね。あとは20万の兵で家康のこもるこのくるり城ね、包囲撃破していきましょう。家康の同士打ち、これがきついんですよね。同士打ちね。
野牛。ここは一応戦国秀久と交換をしておきましょう。家康がここに2万でしょ。クルリ城を削る方が先だな。強い、本当に強い。マサノリが今上兵になってますね。家康をここに城外に隔離しておくことができれば、このクルリ城2500を削ればクルリ城を落とせますね。家康はほとんど削られてないもんな。戻られた、クルリ城に戻られた。再び家康が城の中に入りましたね。そして急戦で出撃してくるでしょ。ほんとチート級の強さですよね。さあここは手を緩めずにさらに出陣していきます。これで家康を完全にね倒せたということで、まあ、今回のプレイの目標をね達成できそうなところまでこぎつけてますけども、まあ、味方の消耗も激しいところありますからね。最後まで詰めていきましょう。行ってくれよ頼む。味方部隊壊滅。あの君は良い。槍車強いな。影勝の槍車一撃で2600削りましたね。お前知るがよい。これでクルリ城を制圧です。いやー長かったなこのクルリ城の戦いは。ちなみに誰を捕らえてるかというと、結構な数捕らえましたね。武将の数ね、福島正則も捕らえてますね。山田長政、あとは家光も捕らえてるな。はい、あと実は残ってるですね徳川の城一つあります。それがこの城なんですけども、まあここをね、現状周りは我々、豊臣系大名で周り固めてますからね。長宗我部、毛利、島津ということで、もう事実上この城は無力化できていると思いますので、まあ、ここからね、家康徳川が再び台頭ということもないと思いますので、今回とね上杉家康を討つに関してはここまでにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。また信長の野望はねこの隠しに限らずシリーズでいろいろやってますので、興味ある方いらっしゃったらまた覗きに来ていただければなというふうに思います。またこんなプレイしてみてとかね、こういう企画どうみたいなものございましたら、動画のコメント欄もしくはツイッターのリプランまで、お寄せいただければと思います。では今回はここまでにさせていただきます。